帰ってきたかなお帰り。どうしたの顔色悪い。すごい汗。まさか走って帰ってきたのあ、ああ、そんなとこに座り込まないで。とりあえず中入ろう。どうしたの靴自分で脱げないの いいよ、僕が脱がせてあげる。じゃあ、部屋行こう。建てる。僕に捕まって。よいしょ。 大丈夫まだ顔色悪いね。どうしたの何かあったのえうん。誰かに後をつけられたえ、それいつ気づいたのああ。あの辺か。 確かにあそこちょっと人通り少ないもんな。どんなやつか見たそっか。怖くて見れなかったんだ。まだ震えてる。かわいそうに。はあでもすごく冷たい。よっぽど怖かったんだね。 何もされなくて本当によかった大丈夫ギューってされてホッとしたら涙出てきちゃったよしよしたくさんギューしてあげるからねもう大丈夫だよ 僕がついてるからね。よしよし。怖かったね。それにしても、一体誰なんだろう。許せない。 最近さ、飲み会とかでさ、ちょっと帰りも遅かったし、酔って帰ってくるの危ないなって思ってたんだよ。ねもう少し早めに帰るようにした方がいいんじゃないこれから。心配だからさ、明日から送り迎えするよ。うん、うん、大丈夫。 早めに切り上げるようにするから、仕事のことは心配しないで。大事な君にもしものことがあったら大変だからね。それに、そいつも彼氏がいるって分かったら、諦めるかもしれないし。<laughs> 本当に怖かったよね。よしよし。 どう少し落ち着いたよかった。あ、そうだ。お風呂入っておいでよ。君の好きな入浴剤入れておいたんだ。あ、でも一人で平気一緒に入ってあげよっか。大丈夫。 大丈夫か残念だな。<laughs> バカって。<laughs> もう。じゃあ、ゆっくり入っておいで。<laughs> あんなに怯えちゃって。かわいいな。 僕に抱きついてきたのなんて、どれくらいぶりだろう。飲み会って言ってたけど、最近なんか怪しかったからな。悪い虫は、早めに駆除しとかないとね。あ、もしもし。うまくやってくれたみたいだな。 思った以上に効果あったみたいで、真っ青な顔して帰ってきたよ。最近帰りが遅くて。会社の飲み会って言ってたけど、男もいる感じでさ。えそう。愛してるならこれぐらい普通だよ。ああ、それは大丈夫。顔は見てないって言ってたから。 分かってるって。ちゃんとお礼はするから。あ、彼女には絶対言うなよ。万が一言ったら、どうなるか分かってるよな。はは、冗談だって。<laughs> じゃあもう切らないと。じゃあね。さて。 そろそろ出てくるかな。不安になってるだろうし、思いっきり甘やかしてあげないと。これからも、僕が守ってあげるからね <laughs>。